日常系アニメって何ですか？まあ、簡単に言えば日常の些細な出来事を楽しむ物語のことだ。些細な出来事を楽しむ。そうだ、ここでやってみよう。はい、ジェスタソと豚さんのブヒブヒ学園ラブコメ。いけません、寝坊してしまいました。このままでは遅刻です。うわー、ゴー。すみません、お怪我はありませんか？で、豚。こちらこそすまなかった。初登校なのに遅刻しそうで猪突猛進していた。もしかするとちょっと変わった転校生ってあなたが？どうだ、この後二人が偶然隣の席になったりして少しずつ惹かれ合っていくんだ。惹かれ合うんですか？とっても面白そうですね。次回、豚のレバーは加熱しろ第10話。決まりには必ず理由がある。ありだな、ラブコメ。